はい、皆さんこんにちは。こんにちは、フリースピリッツです。はい、はい、今日はメガネケースを3つご紹介させていただくんですけれども、はい、実はこちらがその今日ご紹介するメガネケースなんですね。これにメガネが入るのかって思った方もいらっしゃると思いますが、はい、めっちゃ薄いですけど、そうなんですよ。実はこれはメガネを入れてない状態はこんなにコンパクトになって、でもメガネもしっかり入るっていうアイテムなんですね。なので一番こっちの、左側からご紹介させていただきます。はい、こちらがブースターズというブランドのプエブロレザーの折りたたみメガネケースです。はい、はい、折りたたみメガネケースって皆さんご存知ですかね。うん、あんまりでも見ないかもしれない。うん、そうなんですよ。メガネケースはもうこういうマチがねしっかりある状態の、あの筒型のタイプが多いと思うんですけれども、うん、こちらはこういう三角になっててピラミッド状のものになってますね。はい、でこちらはなんかこんな感じです。お、折りたたみになるので、すごい、はい、こんな感じで面白いですね。そうなんですよ。ノーズブリッジとかはないんですけれども、うん、それがないことでしっかりとこう折りたたんでコンパクトにできるっていう感じですね。 なので普段こう、まあ、小さめのサングラスとかだとこれに全然入るので、うん、サングラスかけたいなって思った時はここから取り出して、うん、でカバンにしまう時にやっぱり何も入っていない状態だと、うん、その分スペースが無駄遣いになっちゃうので、うん、ミニマリストの方とかだと特にこの、うん、あのメガネケースはヒットするかなと思っております。はい、はい、いいですね。こちらがブースターズの折りたたみメガネケースです。はい、はい、そしてじゃん、はい、2つ目がビアビリーのこちらがトラベルトレイという商品名なんですけれども、はい、こちらメガネケースとしてお使いいただけます。はいはい、でこんな感じになっておりまして、ここにちょっとしたポケットがあるんですね。でこれをどういう風にメガネケースとして使うかっていうと、はい、実際にちょっと入れてみます。あ、はい、こんな感じですね。今分かりました。ここだけこうサクッと入れて、はい、で2つ折りにパタッとできます。パチパチとパチパチと4つボタンを止めてこんな感じですね。めっちゃ薄くなりますね。あ、そうなんですよ。さっきのものと比べるとうんソフトケースタイプにはなるんですけれども、かなり入れてる時と入れてない時とそうなんですよ、そんなに変わらない。はい、そうです、そうです、うん、はい、入れてもかなりスマートに持っていただけます、うん、はい、こちらがちょっと余談なんですけれども、はい、実はトレイにもなります。めっちゃいい。これめっちゃ旅行の時とかすごいいいですよね。はい、そうなんですよ。旅行の時にこうなくしやすい貴重品をここにざっと入れていただいたりとか、うん、あとはもう中に入れてたメガネケースとか入れてもいいですし、うん、もうこのレザートレイとしてインテリア雑貨でプレゼントに贈られる方もいらっしゃいます、うんうん、はい、使い道がたくさんあるアイテムですよね。そうなんです、大変人気なアイテムでございます。はい、はい、そして最後はじゃん、はい、はい、こちらも折りたたみメガネケースです。はい、こちらモカのメガネケースなんですけれども、はい、これもここ磁石になっておりまして、はいはい、こんな感じです。お、はい、なんかブースターズのよりはちょっとすっきりして見える気がする。はい、そうなんですよ。その通りでこんな感じでちょっと大きさが異なってますね。はいはいはい、でもこの大きさでも今ちょっと2種類メガネご用意してるんですけれども、はい、どっちも入れていただきます。大きい方入れますね。こんな感じで入れていただいて、はい、はい、パタッとこんな感じですね。はい、でこの三角って意外と強度高くて、うんうん、こっちもそうなんですけど、うんうん、こう全然上からの衝撃とかも確かに大丈夫なんですよ。すごい、なんかちょっと折りたためるから、うん、カバンの中で潰れちゃいそうって、うんうん、若干思ったけど、うんうん、心配なさそう。心配ないです。そうなんです。この留め具のところもちゃんとマグネットでパタッと止まっているので、うん、かなり安定感のあるメガネケースになっております。うんうんうん、はい、
で今ご紹介したこの3つに関してはメガネケースっていうことで、はいはい、中がこう柔らかい素材になっております。はい、どれもこういうスエード調のものですね。はい、はい、なのでプレゼントに送る際もとても安心していただけますし、うん、もう一つ実はですね、これが名前の刻印が全てできます。おお、嬉しい。はい、そうなんですよ。これモカの場合はこの内側に入りますし、はいはい、ビアウェリーさんの場合はここに、お、なるほど、はい、入りまして、ブースターズの場合はここですね、この中央のとか。そうなんですよ、はい、なるほど、入るので、そうですね、大切な方へのプレゼントだったりとか、うん、メガネ好きの方への贈り物にすごいおすすめの商品となっております。はい、はいはい、ということで今回の動画はメガネを入れていない時にコンパクトになるアイテムを3つご紹介させていただきました。はい、はい、でこちらの今回ご紹介した商品は概要欄の方に URL 貼っておりますので、はい、ぜひそちらでも見てみてください。はい、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。